はいどうも皆さんこんばんは、しばれーす。今回ポケモンやっていきましょう。で、まあ6体になっちゃったんで、まあどれか、いつか抜くことになると思うんだけど、まあそれまで、大切にしていきましょう。ん？あ！シンが来ちゃった。え、どんな姿になるんだろう。多分見れば思い出すかな。こいつか。あーこいつだ。フラエッテ。へえ。何も覚えねえんかい。でこいつに光の石を使うと進化するらしいですね。コメントで教えていただきましてありがとうございます。で逆に二月は、こい今の二月が進化してから闇の石を使うと、なんかギルガルドだっけ、それになるらしいね。いやーついちゃった、早いな。え、所要シティって、海の上にあるんだ。いいね。綺麗なところだな。俺もね、やっぱ、栃木県って海ないから、ちょっとこういうのマジ憧れるわ。ゲームなんだけど。ん？なんかすっげえキャラ濃いの来たな。レースを見れなかった代わりに帰りくれるんだ。どういうことなの？なんでレース見れなかった代わりに帰りくれるんだよ。なんかお菓子かなんかくれよ。いや、それもおかしいが、それもおかしいが。あ、ジムリーダー？あ、上なんだ、ジムって。オッケーオッケーオッケー。あ、ここ？え、なんかすごいんだけど、すごいとこにジム作ったな。これは、岩っぽいね。岩か地面だな、これ。うわ、待ち構えてたよ、おっさんが。準備待たん、隙があったらどっからでもかかってこんかい。あ、山男、なんかあれ？オメガルビーとかも山男ってこういう山男じゃなかったっけ？あれ使い回し？あれ？違かったっけ？あ、ダンゴロだ。ダンゴロは確か、なんだっけ、ギルガルドみたいなやつになるよね。レベル高くね？なんかね、XY ね、敵のレベル高いんだよね。なんか難易度高いわ。オメガルビーとかに比べたら、まあ難易度高いって言っても、まあポケモンだからね。あの、たかが知れてるっちゃ知れてるんだけど、ちょっとオメガルビーとかよりは難易度高めな気がしますね。なんか戦闘、オメガルビーほどなんか楽じゃない。序盤なのに。タートルズは特攻と攻撃どっちもいけるんだね。守るはいらねえなー。お、一匹だけかよ。むむ、勝負だもんな。隙がなくてもかかってくるよな。もう自己解決しちゃうタイプね。しかもこれ、こいついただけかよ。はめられたわ。商用のポケモンジムは、気高い精神を持つ者だけが登っていい場所なの。あー、こういう女いるわ。こういう女いるわ。あの、自分で決めて、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。びっくりした、今。ソルロックはね、あの、オメガルビーでみんなに教えてもらったからね。岩とエスパーだよね。ってことは、泡が効果抜群。岩じゃないか？地面だっけ？地面だか岩とエスパー。あ、やっぱタートルズはね、なかなか戦力になってくれるんだよね。マジ、あの、朝顔ね、ちょっと進化したけど、ちょっとステ低すぎ、あまりにも。ステ低すぎだから、なんだろう。正直もう抜きたい。なんか見た目そんな好きじゃないし、ただフェアリータイプの相性を覚えるいい機会なんだよね。とにかく悪と格闘とドラゴンに効果抜群ってことは覚えた。まだそれしか覚えられてないんで、願い事いらねえな。ルナと、うわ、これあれだね、あのオメガルビーのあれ思い出すわ。なんだっけ、8個目のジム、関根シティだっけ、もうちょっと覚えてないけど、やばい。水、岩とエスパーでしょ。岩とエスパーってことは、悪効果もつくんだよね。あ、でも、なんか強くない？なんか、
相手ちょっと特攻高ない？ティノバルドが特防低い時から撃つと素早さ早いな。ちょっと待って、ディノバルドこれ何しに来たんだって感じになっちゃってるから今。あ、オッケー。あ、攻撃高いな。ワンパンできるとは思わなかった。ワンパンじゃないけど。いいね、美味しいよ、経験値。やっぱレベル高いよね。だって俺タピオですらまだ27だよ。おまじない、いらないな。なんかいらない技ばっか覚えるな。二月はレベル20。影打ち、影打ちってあれだよね、確か。これ、レイドラと確か使われてる技なんでしょ？あ、必ず先制攻撃できるゴーストタイプ。いいね、あのね、二月はね、めちゃくちゃ、素早さ遅いんですよ。まあ、18とか。もうレベル20なのに、18とかの、10代なんだよ。昭和のポケモンジムは、あなたたちを待っていた。そう、だから、影打ちめっちゃ嬉しいわ。はい、来ましたよ、もう。な、これ、なんだこれ、頭に何つけてんだ頭に何つけてんだ、こいつ。でも、すごい、なんだろう、凛々しいよね、好きだわ。こういう人、友達に欲しい、めっちゃ。な、何この、首と手と足を使いって、これ、何これ。あー、そっか、ロッククライミングで、手が長い方が有利みたいな、そういう話ね。あー、BGM。BGM がいい。うわ、めっちゃポーズ決めてるじゃん。あー、どこ見てんだよ。で、どこ、こっち見て。こっち見て。アマルス。あー、化石のポケモンか。アマルスは水だっけ？あ、水 VS 水になっちゃったね。あ、レベル25か。これ、噛みつくでどうにかならない。水と岩かな、これ。あー、勝てえ、やっぱり。水と岩でもね、水と岩だったらじゃあ泡打った方がいいな、1.5 倍だしね。オーロラビームって氷タイプか。あー、もう麻痺やだ、麻痺。あ、突進全然当たんないじゃん、さっきから。あ、あれ？効果抜群ってことは、水入ってないな、岩と、なんだこれ。岩と虫か？あ、岩単体かな？オッケーオッケーオッケー。効果抜群だけどなんか全然食らわねえわ。うわ、出たよ。もう、麻痺なんだから勘弁してや。オッケーオッケーオッケー。めちゃくちゃ硬くね？めっちゃ硬いんだけど。8か。オーラービーム8じゃない。9か。9しか食らわないんだ。あと2発。ナイス、いいね。これでちょっと、決まんな、急に路線を変更してくる。うわ、そういうやつ？オーロラビームでまだ余裕があるように、油断させといてのやつだ。そしたらね、多分岩単体なんで、朝顔でもいけるかな。レベル20か。そうだ、朝顔捨て低いんだよね。本当に低い。あ、やっぱり岩だ。うわ、全然食らわねえし。オッケーオッケーオッケー、全然大丈夫。ちょっと朝顔に経験値欲しいよね。オッケー、フェアリーに氷は効きません。よし、よくやった。朝顔ね、ほんとステーキ食い、もうほんとになんか抜きたいレベルなんだよね。しかも全然経験値高くねえし。なんか特攻と特防は高いけど、なんかそれに見合ったダメージ出してないような気がするんだよな。シゴラス。あ、こいつか。岩と、あ、また妖精の傘覚えてんじゃん。こいつドラゴン入ってるんで、妖精の傘が。攻撃力高くない？あ、いい削りするじゃん。するけど、踏みつけ。さよなら。急所に当たっちゃったよ。もう服着て？服着ないから急所に当たるんだよ。できれば俺タピオはね、あんま使いたくないんだよね、ジムリーダー戦で。二月で、ゴーストタイプなんでノーマルまず効かないじゃん。あ、やべ。いや、強っ。ごっつ強いけど、さっき覚えさせた影打ちで、先制攻撃絶対取れるんで、行くぞ！決めろ！あー、剣の前積んでもダメか。
いや強いね、なんかやっぱ強いわトレーナーが。あ、ゴツメで死んだよ。嘘でしょ、こんな掘り方嫌なんだけど。二月はね、あの防御高いんでゴツメ持たせてます。私の前にそびえる高い壁、それはあなたです。何言ってんのこいつ。ウォールバッジ、おお、なんかすごい食べ物みたいなバッジですね。なんかウェハースみたいな。あ、岩石ウジ、なんか岩石ウジくれる人って多くない？ジムリーダーで。なんか3人目じゃないこれで、ね、2人目だっけ。なんかちょっとやっぱ友達になりたくないわ。なんかちょっとあの独特すぎるわ独特すぎる雰囲気だ。ちょっとお、着いたか、石体タウン。あ、いるじゃん、また。石体タウンは石の町。あ、どっか行ったわ。ラップ一発かましてどっか行ったわ。ん？めっちゃ自分たちの計画をバラしていくじゃん。もう、かがりちゃん思い出すね。え？セレナ。来たけど。行き止まり？え？ほんとだ。え？神隠しだ。またかよ。あん！あなたと戦いたいって。いや、どうでもいいわどっちでもいいわ。え、ジムリーダーが来ちゃうんだ。ここではバッジもらえないよね多分。え、これ2匹ともルカリオパターン。これルカリオは鋼と格闘か確か。じゃあ火の粉で大丈夫かな。グローパンチ、グローパンチはレイトリ大活躍の技ですねこれ確か。つい早くなんかサイコキネシスとかさ、火炎放射とか何でもいいから覚えたいわ。あれなんだっけ、そういえばね、俺テールナずっと炎単体かと思ってたんだけど、エスパータイプも入ってるらしいね。全然自分のポケモンのタイプ把握してなくて、コメントで教えてもらうっていう、ありがとうございます、いつも本当に。本当いつも不甲斐ないです、マジで。二月はいつ進化だ？二月も三段階進化らしいんでね。あ、レベル一緒かい。これルカリオなんか俺に懐いてんでしょ、これ仲間になったりしない。あ、そういえばなんかコメントでなんか来てた気がする。それもなんだっけ、ルカリオ仲間になる的な。ちょ、ごめん、俺ほんと覚えらんないんだよねそういうのさよなら。もうちょっとで進化だね。30でなんか覚えんじゃない。節目で節目、光の壁いらねえ、そういうんじゃないんだよな。水などこれでかい、これでかいですよ。これはもう殻にこもりいりませんね。ようやくそれらしい技を覚えたね。ちょっと泡とかさ、もういつまでそんな技使ってるねんって感じだったから。でもうジムリーダー勝っちゃ、え、8000円めっちゃくれるじゃん。でもジムリーダーに勝っちゃったよ。シャラシティ、あ、この先なんだ。オッケーオッケーオッケー、じゃあ行っちゃおう。もうバトルガールのパワーの源は腰に巻かれた帯なのです。あ、じゃあそれ外すともうダメなんだ。あー、もう下手こいたって。お前アンパンマンかアンパンマンか、お前博士。なんかすごい手動かしてる、なんか知んないけどなんだその手は。メガ進化親父って人がいるんだ。なんか、あ、親父がメガ進化したみたくなってるけど大丈夫か。ん？あ、ダンシングデブ。へぇー。あ、マジ？あ、有能だったわ。ダンシングデブ有能だったわ。自分はフラッシュ使うよ。
うまく戦えないからいつもピンチになっちゃうんだ。もうポケモントレーナーの才能ないな。かわいそう。ありがとう。でもお前はめっちゃ役に立つ。うん、よしよし、君にも僕たちの幸せをおすそ分け。幸せに見える？私たち幸せそう？うっざこんなうざいリア充は嫌だ。ハネムーンの信じたアミ、ビークイーンとミツアニ、なんで片方進化してねえんだよ。レベル低いのかな。レベル同じじゃねえかよ。しかもオスの方、彼氏の方が進化してないっていうね。つばめ返しで、まあ進化してない方先やっちゃった方がいいかな。飛行タイプ入ってるかな。これ虫と飛行っぽいよね。あ、そうだ、虫と飛行だわ。オッケー、いいね。進化前は経験値まずいね。これディノワールドで多分進化40だよね。化石のポケモンだし、ステ意外と高いんだよね。朝顔はもうどうでもいいわ。朝顔はもう本当に使いたくもないんだよね。あ、硬い。防御指令、防御が上がった、特防が上がった。へえ、こいつだけの技かな、指令系ってことは。多分まあこれでいけるでしょ。だからもうこんなに野獣やだよ。私幸せそう、私幸せそうって、これ怖いわ。もはや怖いわ。ちょ、闇が見えたよね。負けても僕は幸せだ。幸せなんだけどね。え、なんかちょっとマジ闇抱えてない？なんか女の子の闇抱えてんだけど、やばいんだけど。てかいつ進化だよ。2月もう30になっちゃったけどね。あー、やっと出れた。ここ長かったなー。あー、もう着いた。シャラシティ着きましたね。ちょ、なんだ、なんか GPS の説明みたいなのが出たぞ。オッケー、まあとりあえず今回ここでにしときましょうか。いやー、なんだろう、なんかやっぱ敵強い感じする。あとね、レベル今32とか3とかだけど、まだ3つ目のバッチなんだよね。今から結構なんかペース遅いような気がするんだよね、レベルにしては。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。